小さな巨人兼学ラン選手ゆきやです。さて本日からオープニング映像がつきました。自分のね大好きな街であって、メンバーにとってもアイドルにとってもすごい大事な街秋葉原でいろいろと撮影してきたのを前回ね載せた動画の編集してオープニングにしたのでちょっと長いんですけど、ぜひそれも楽しんでいただけたらと思います。さて本日紹介するメンバーは大分県代表の山田京香についてお話ししたいと思います。今日はね京香ちゃんの紹介になります。で京香ちゃんなんですけど、皆さんご存知途中参加メンバーの一人であるわけなんですけど、大分県ね変わってから、どんぐらい経つんでしょう、結構経つのかなって思うんですけど、そんなやこんなでね京香ちゃんも結構、友達は京香ちゃんをしててずっと言ってるんですけど、最初の頃は本当に口数が少ない子だったし、おとなしい子だったんですよ。メディアに出てもそうだし、イベントやってもライブやっても何やってもなんですけど、すごい落ち着いてる子というよりはもう本当に物静かな子みたいなイメージが強くて、俺の中でもだったんですけど、この前ちょっと話した全国握手会の時にちょっと初めて話して、あ、こういう子なのかって思ったのは意外と気さくだなって思ったんですよ。会った時にやっぱなんて言うんだろうな、俺のイメージの中ではちょっと向田真夏チックというか、塩対応とかっていう意味ではないんですけど、なんか口数すごい少なくて、うんとかはいとかしか緊張してまだ言えないようなウブなイメージを勝手に持ってたんですよ。すごい勝手にですよ、持ってたんですけど、全然そんなことなくて、普通にそんなことない、ありがとうってタメ口で言われて、あ、京香ちゃんってタメ口なんだと思って、俺すごいそこに感動したんです。まず一つ、京香ちゃんってなんかゴリッゴリに敬語で、はい、そうですね、ありがとうございますみたいなことを言うようなイメージもあったんで、そこはすごい砕けててよかったなって思いましたし、京香ちゃんの良さっていうのをちょっとまだ申し訳ないけど、公演ではパフォーマンスもまだまだなんで見つけられてはいないんですけど、やっぱ全力さっていうのはすごいいつでも感じることができる子だなって俺は思ってて、公演ももちろんですけど、握手会とかでも、だってあれって5人連とかってことは必然的に自分のことをしてない人が来るわけじゃないですか。それの中であんだけ笑顔で対応して自分のことを覚えてもらおうって頑張ってる姿ってけなげで可愛いなって俺はすごい思いました。俺なんか見た目から入っちゃってるからもうけなげも何ももう残ってないじゃんみたいな部分もあるんですけど、それは別とするならば、なんかやっぱ比較的京香ちゃんってなんか初期の8メンバーを本当に見てる感じ、なんか覚えてもらうことにすごい必死で頑張って、なんかがむしゃらに頑張ってたあの頃のメンバーの感じをすごい感じたなって、今なんかちょっと業界慣れしてんのか何なのか知らないですけど、こなれてる感が出てきてるんで、そういう面も含めたら京香ちゃんってある意味、AKB メンバーの原点みたいな部分があったのかなって俺は思ったりもしますし、京香ちゃん自身のポテンシャルっていうのがまだ発揮できてないかなっていうのをすごい俺自身は思ってるんで、その部分ではもっとね、来年なのか、もっと近く数ヶ月後なのか分かんないですけど、京香ちゃんっていう存在がもっと大きいものになっていったら面白いんじゃないかなって俺は思ってます。というわけで今日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。京香ちゃん推しの方、チームメイト好きな方、どんな方でも構いません。皆さんで情報共有の場としてぜひぜひコメントお待ちしています。もちろんこの動画について面白かった、つまらなかった、興味がある、学ランのこと好き、何でもいいです。高評価とチャンネル登録も合わせましてよろしくお願いします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイチャー。